はい、こんにちは。福島です。よろしくお願いします。今回は複数ブランドのための一つのデザインシステムというタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに私の自己紹介をさせてください。GMO ペパボ株式会社という日本の会社でシニアデザイナーをしている福島と申します。プリントオンデマンド商品のオンラインマーケットプレイス、すずりや、全社共通基盤デザインシステムのプロジェクトでデザインリードをしています。私はコミュニケーションデザイン、UI デザイン、UX エンジニアリングなど幅広い分野を得意としています。趣味で VR、イーサリアムやプログラミング言語ラストなどの新しい技術で遊ぶのが好きです。この写真に写っているのは最近組み込みのラストを使って作ったすずりのマスコットキャラクター、忍者スリスリ君の育成ゲームです。このようなものを作って遊んだりしています。またタコスがとても大好きです。自分でトルティーヤを作ったりもしています。今日はよろしくお願いします。では早速本題に入っていこうと思います。あなたの会社では様々なブランドのデザインシステムが混在していて困ったりしていったりしませんか？私の会社ではこの問題にとても悩まされていました。我々 GMO ペパボ株式会社には約400人の社員がおり、すずり、ミンネ、ロリポップなど合計8個ものブランドのサービスを提供しています。これは私が担当しているすずりというサービスです。すずりはプリントオンデマンド商品のオンラインマーケットプレイスです。すずりのブランドを表すタッチポイントは個人クリエイターの創造性を刺激できるようなエッジが効いています。例えば、これはすずりの商品について紹介するページです。ポスターとアクリルブロックのページは透明感や幾何学的な印象を与えます。コーチジャケットのページはストリートを意識したクールな印象です。このように同じブランドでも商品に合わせたテイストのページがいくつかあります。またこれはすずりの YouTube の動画広告です。実際にすずりを利用している漫画家イラストレーターの新井恵一さんを起用したポップなアニメーションです。一方、これは我々が提供しているミンネという別のサービスです。ミンネはハンドメイド作品をインターネット上で販売購入できるマーケットプレイスです。ミンネのブランドを表すタッチポイントはハンドメイドが持つ温かさが表れています。例えばこれはミンネが開催しているユーザーの交流イベントです。会場の装飾に木を用いていたり、ビジュアルがとてもオーガニックな印象です。またこれはミンネのテレビ CM です。ミンネの CM は先ほどのすずりのポップなアニメーションとは対照的に実写を使用しています。生活の中にハンドメイド作品がある様子がリアルに想起できるような構成になっています。最後にこれは GMO ペパボ株式会社自体のコーポレートブランドです。弊社はもっと面白くできるという企業理念を掲げ、インターネットで可能性をつなげる、広げるをミッションにしています。ある程度ポップな印象はありつつも、株式や投資家に向けたタッチポイントが多いため、かっちりとした印象です。例えばこれは IR 資料です。ロゴマークとロゴタイプ、ビジュアルパターンを組み合わせた幾何学模様を資料に使用しています。また、社内向けのアプリケーションやポータルサイトにもコーポレートブランドが反映されています。さらに、これらの我々のサービスは iOS、Android、Web など多岐にわたるプラットフォームで提供しています。今は対応していませんが、もしかすると今後は VR やテレビにも対応するかもしれません。そして、今は未知のプラットフォームもどんどん登場するかもしれません。このように聞くと、複数のブランドを持っていないから、このセッションは自分には関係ないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そんなことはありません。単一のブランドでも、企画やキャンペーンで色や形状を変えたいという要件があったことはあなたにもあるかもしれません。また、ダークモードやダークテーマのように、ユーザーが設定した環境への適用はすでに普及し始めています。さらに、Google が昨年発表した Material You のように、この先もっとアグレッシブなパーソナライズのニーズも生まれています。このような点で、複数のブランドを持っていない方にとっても、複数のテーマへの対応は他人事ではありません。我々はこのような状況でいかに効率的にデザインの価値を生み出すかという課題を抱えていました。
改めて我々がデザインシステムと捉えているものは一体何でしょうか。我々はコンポーネントライブラリーだけではなく、次のものも含めデザインシステムと捉えています。ロゴ、タイポグラフィー、アイコンなどの認知パターン、コンポーネントライブラリーなどの機能パターン、デザイン原則、スタイルガイド、これらはアラ・コルマトバ氏によるデザインシステムの赤い本で示されているデザインシステムを構成する要素を参考に定義したものです。そして最後の要素はデザイントークンです。デザイントークンは色、タイポグラフィーなどのデザインシステムを構築する最小単位であり、すべての環境で利用可能な一貫したスタイルを生み出すために使用されます。デザインシステムをマルチブランドに展開する上で一番鍵になるのはこのデザイントークンと言えるでしょう。まさにデザイントークンがブランドを表現するところであり、交換可能なところになります。そもそもブランドとデザインシステムの関係はどのようなものでしょうか。私たちはデザインシステムをブランドを実装するための一つの手段だと考えています。ブランドにはその世界観にフィットした体験というものがあり、それをユーザーや顧客と共有することがブランディングです。これを実際にプロダクトを通して実現するための手段がデザインシステムなのです。ここでもう一度思い出してほしいのは、我々の会社は8つものブランドを持っていることです。そのような状況で私たちはそれぞれのブランドごとに複数のデザインシステムを作るか、またはマルチブランド対応の単一のデザインシステムを作るべきかとても悩んでいました。そこでそれぞれの長所と短所を整理してみました。まずは複数のデザインシステムを運用する場合の長所と短所を示します。長所としてはそれぞれのブランドで最適化できる、どのタイミングでも編集できる、小さく始められるなどが考えられます。一方短所としてはブランドごとにコストがかかる、共通言語を持ちづらいなどが考えられます。次に単一のデザインシステムを運用する場合の長所と短所を示します。長所としてはコストの一元化が可能、修正改良を一度に適用できる、共通言語を持つことができるなどが考えられます。一方短所としてはブランドごとに最適化できない、それぞれのサービスに適用するコストがかかる、正確に同期することが要求されるなどが考えられます。このような比較から分かるようにそれぞれの長所と短所は裏返しの関係にあります。本質的にどちらがいいということはありません。どちらを選択すべきかは扱うブランドの数とそれにかけられるデザインリソースのバランスによって決まってきます。弊社のように8個のブランドがあり、それに対してデザイナーが40人しかいない場合、1つのブランドにかけられる人数は単純計算で5人ということになります。これがそのブランドを運用するのに十分だと思えるなら複数のデザインシステムを運用するのも良いでしょう。十分でないと感じるなら複数ブランドに対応する単一のデザインシステムという方法を検討するのも妥当かと思えるでしょう。我々はブランドを運用するのに扱うブランドの数とそれにかけられるデザインリソースのバランスが十分でないと判断したため、複数ブランドに対応する単一のデザインシステムを運用していくことに決めました。GMO ペパボ株式会社ではこの単一の共通基盤デザインシステムをインハウスと呼んでいます。各ブランドが個別に考えている原則やガイドライン、実装していたアセットのうち重複しているものを全てのサービスで使えるように一般化したものが共通基盤デザインシステムです。デザインシステムに沿っていないものは作ってはいけないというルールを設けているわけではありません。すでに重複していて最適解のあるものを一般化することでもっと本質的なデザインに時間を使うことができます。先ほども述べたように私たちは複数のブランドでインハウスを使用するためにデザイントークンを採用しています。色や形などブランドによって上書き可能なデザイントークンを変数にまとめておき、デザイントークンを差し替えることでブランドイメージを崩さないデザインができるようになります。またさまざまなブランドのデザイントークンで上書きしやすいようにインハウスそのものは個性がなく当たり障りのない普通のプロタイプを作ることを原則に定めています。このようなコンセプトをもとに、まずはコンポーネントのプロタイプを作っていきました。そして、このプロタイプをマルチブランドに展開できるように、構造をブラッシュアップしていきます。
この時同時にビジュアルデザインからキーバリューの要素を抽出し、デザインシステムの基礎となるデザイントークンを構築していきます。これでデザイントークンをベースとした一通りのコンポーネントができました。ではこれをどのようにマルチブランドまたはマルチテーマに展開していくと良いのでしょうか。これを実現するために最適なツールが Figma でした。 Figma にはこのような良い点があります。ライブラリを使って複数チームで共有しやすい、コンポーネントをアップデートする仕組みがある、プラグインで拡張可能であり自分でプラグインも開発できる、API が提供されておりコードから操作しやすい、このような点からも我々は Figma を使ってデザインシステムを設計していこうと決めました。また Figma でデザイントークンを扱うには Figma トークンズというプラグインを使用するのがおすすめです。 Figma トークンズにデザイントークンを定義しておくと簡単に上書きができます。また GitHub とシンクできるためコードからデザイントークンが扱いやすくなります。さらに我々はスタイルディクショナリーというツールを使用してデザイントークンを各プラットフォームへ橋渡ししています。スタイルディクショナリーは JSON や YAML で定義したデザイントークンを Web、iOS、Android などの各種プラットフォームで使いやすいように整形してくれます。これらのツールを使った我々のビルドシステムを紹介します。よく見る Figma を起点としたビルドシステムの構成はこのようなものです。まず Figma で設計したコンポーネントをもとにデザイントークンを Figma トークンズプラグインで上書き可能な状態にします。次に Figma トークンズからデザイントークンをエクスポートしてスタイルディクショナリーで各プラットフォームで使いやすいように整形します。そして整形されたデザイントークンを SAS、Swift UI、Jetpack Compose、Flutter などの各プラットフォームで利用できるようにします。この構成は UI デザイナーが Figma で作成した絵をコードと完全に同期するという思想のもとに設計されることが多いのかなと思います。しかし我々のビルドシステムの構成は少し違い意味を起点としています。まず各ブランドのデザイントークンを記述した YAML ファイルを用意します。YAML であることがここでは重要なのではなく意味を初めに定義することを重要視しています。次に用意した YAML ファイルをスタイルディクショナリーを使って各プラットフォームで使いやすいように整形します。整形されたデザイントークンを SAS、Swift UI、Jetpack Compose、Flutter、そして Figma で使いやすいように整形します。このビルドシステムの構成で我々が大切にしていることは意味を先に持ってくることでした。なぜ意味を先に持ってくるべきなのでしょうか。例えばこのような役割を持つボタンがあったとします。 A のボタンは肯定的な意味を持つボタン、 B のボタンは否定的な意味を持つボタンです。例えばスタイリッシュなブランドの表現においてボタンの色をすべて黒で表現するとしたらこれらのボタンの見た目は全く同じになる可能性があります。意味のあるキーとバリューを正しく設計せずに見た目本位で先に絵を作ってしまうと出力されるコードとしては同じものになってしまうかもしれません。しかし意味的には異なったボタンとして扱いたいはずです。先に意味を意識してキーとバリューを正しく設計しておけば間違った意図でコンポーネントを使われる心配が少なくなります。このような理由から我々はまず意味を正しく設計してから絵を作るというステップを意識的にとっています。ここで実際にどのような運用をしているか気になる方も多いと思いますので、実際の Figma のプロジェクトを使ってデモをお見せしたいと思います。我々の Figma のプロジェクトの構成はこのようになっています。GMO ペパボ株式会社というプロジェクトの中に In-house というこのようなファイル群があり、それぞれコンポーネントごとにファイルが分割されています。以前はこちらの単一のファイルで全てのコンポーネントを管理していましたが、コンポーネントが増加するにつれパフォーマンスが落ちるという問題が起きてきたため、コンポーネントごとにこのように分割しています。また分割していた方が使う側としても必要なコンポーネントだけインポートできるため、不要なコンポーネントを読み込まなくてよくなります。さらに分割していた方がコードからアクセスしやすいという利点もあります。それでは実際のファイルを見ていきましょう。ページは大きく2つに分かれています。
カバーとコンポーネンツです。カバーではこのようにご存知の通り、ファイルを一覧表示した際にサムネイルとして表示されるこのような画像を管理しています。ここではスタイルガイドアセットとして別で定義している共通のカバーコンポーネントを使用しています。このカバーコンポーネントは他のコンポーネントのファイルでも使用されています。カバーにはコンポーネントの名前が表示され、さらにこのコンポーネントが現在使用できる状態なのか、それとも編集できる状態なのか、ステータスが分かるようになっています。そして文字情報だけだと、下に選んだときにどのコンポーネントが分かりづらいため、左側にはプレビューを表示して外観が分かるようになっています。次にコンポーネントです。ここではコンポーネントを様々なバリエーションを持たせて定義しています。今回はデモ用に簡単なボタンのコンポーネントをこのように用意しました。ニュートラル、ネガティブ、インタラクティブといった意味ごとにボタンの背景色が異なっています。ニュートラルは汎用的に使用するボタン。ネガティブは削除などのネガティブなアクションに使用するボタン。インタラクティブはリンクなどのインタラクティブなボタンです。この色のバリエーションはデザイントークンにより決まっていて、Figma トークンズを使って構図上に定義されたトークンを参照しています。それではコードが出て定義されたデザイントークンを見ていきましょう。このボタンの色を定義する YAML のバリューには、エイリアスとしてニュートラルなどのセマンティックなカラーへの参照が記述されています。さらに、このニュートラルのセマンティックな色が記述されたこちらのファイルには、実際のブルーやグレーなどの色のエイリアスが記述されています。そして、実際の色のファイル、色の定義がされた YAML のファイルには、RGBA の値として実際の色の値が記述されています。このように色のトークンはグレーなどのカラー、ニュートラルなどのセマンティックな意味を定義したカラー、コンポーネントのカラーの3段階構造になっています。それでは今回ブランドの要件としてスタイリッシュな UI にしたいため、たくさんの色を使わずインタラクティブな意味の色をグレーにしたくなったとしましょう。そして今これがブルーになっているので、ここをグレーにしていきます。今グレーに変更しました。そしてこれを保存して、ビルドします。そうすると、ここで見えるように、JavaScript や Figma や SAS や Android など各プラットフォームにスタイルディクショナリーが今行った変更をビルドします。そしてこちらをコミットしていきます。コミットできました。そしてこれを GitHub にプッシュします。プッシュできました。そうしましたら Figma の方に戻りまして、Figma トークンズに、Figma トークンズと先ほどプッシュした GitHub がシンクしているため、これを GitHub からプルします。そうするとこのインタラクティブな色が先ほど変更したブルーからグレーに変わっています。そしてコンポーネントを選択した状態でアップデートすると、インタラクティブボタンがこのようにグレーになります。このように同じようなニュートラルとインタラクティブは同じような見た目をしていますが、まずコード上で意味を定義しているので全く違う意味のものとしてコード上は解釈されています。改めてこのセッションのまとめです。企画やキャンペーン、ダークモードにマテリアル U などブランドに限らずバリエーションを求められることは多いです。結果として現れる表層を見る、作るだけでなく、その構造を理解することで意味が定まります。つまりデザイントークンのキーバリューをしっかり定義することはデザインの本質なのです。かのポール・ランド氏もデザイン is a relationship between form and content、 デザインとは形と中身の関係性であると言っています。我々のブランドはそれぞれバラバラに見えるかもしれませんが、実は全てに通底した思いがあります。一つのデザインシステムで同じ型を使うことによって表現は違って見えますが、常に同じ思いを届けているのです。ご清聴ありがとうございました。